工学部の山際先生、そして野見先生が中心になりまして、地元企業からさらに協力をいただきまして開発しました静岡大学初の超小型人工衛星の日本実験と希望からですね、宇宙空間に移され、そして実験を行います。本日スターズ C の、 公開ということで、今の率直なお気持ちを教えてください。はい、僕たちの、作っているスターズ C という衛星がこのように、皆さんに知ってもらうことができて大変嬉しいです。いや、作ってる間はこんな感じになると思ってなかったんで、なんか改めてなんかすごいことをいい経験してたんだなっていうふうに思います。はい、プレス発表っていう形で、まあ、いろんな方に発表してやっとこう衛星ができたなという実感が少し湧いてきました。これからも研究を続けられると思うんですが、今までの研究の中でこう大変だったこととか、こういうことがあったっていうことがあれば教えてください。自分は、この衛星で、テザーと呼ばれる部分を、担当していたんですけども、やっぱり、先ほどありましたように、その難しい部分は結構あって、その動くところとかの部分だったので、そういった意味でやっぱ難しかったなと。やっぱ一から衛星っていうと、一から僕ら全く知識ないところから始まったので、でそこからもう徹夜とかが続いて勉強してって、で実際に組み立ててみたいな、でスケジュールとかも結構相手の JAXA さん側とも関わりがあるので、スケジュールが決まったスケジュールがあるんで、そこに間に合わせなきゃっていうプレッシャーと、そこに間に合わせるためにそのたくさん働かなきゃいけないみたいな、そんな感じが結構大変でした。はい、まあ、印象に残っていることはですね、まずその衛星の目的っていう言いますか、その100メートルテザー進展をさせるっていうことで、そのテザー進展をさせる部分を私は担当していたんですけれども、そのこう実験方法であったりとか、その設計であったりとか、そういったことをこう一から全部しなくちゃいけないっていう、特にその実験方法なんかもそのどれが正しいとかっていうのはよく分からなくて、そういった意味で一からいろいろ考えながらやったのがかなり大変で、それが一番印象に残っています。これからの展望みたいなのがあれば教えてください。そうですね、この衛星は、宇宙エレベーターの実現につながる技術ですので、まあ、これをきっかけに宇宙エレベーター等が実現して宇宙旅行とかできたらいいなと思っています。今月、来月ぐらいに僕は、ドイツの方に留学することが決まっていて、で向こうのアンテナ、さっき野見先生が言ってたように、どこでも受信できるんで、その施設がある大学に行って実際その運用をしてみたいと思っています。まずはそのデータですね、データを実験、宇宙空間で実験することで、そのデータを取得して、でそれをやはり、まあ、宇宙エレベーターなんかに生かして、宇宙エレベーターっていう夢の構造物をより実現に近づけれたらいいかなと考えていま す, です、ね、静岡大学の宇宙分野では、その僕たちが、もうやっているその衛星開発っていうのができるので、実際に自分たちで作った、設計したり組み立てたりしたものが宇宙に行くって、とてもなんか素敵なことだと思いますし、楽しいと思うので、ぜひ。いや、大変なんですけど、普通の他の研究室では学べないこととかが結構あるので、衛星であったら通信、電気、設計だとか機械のこと、ほぼほぼ結構学べることが多いと思うので、これからの経験に絶対いい方向に進むと思うので、ぜひ。非常にまあ大変なんですけれど、まあ人工衛星であったり、宇宙エレベーターであったり、そういったものをやっているので、まあ、興味のある人はぜひ頑張って宇宙系に来ていただきたいと思います。